世界一就航から県券を使用した旅行の例。ロンドンを出発して東へインド、インドネシア、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジル、ガーナを旅行し、出発地に戻る。同じチケットを使用し、同じ航空会社、または航空連合を使用する。世界一就航から県券とは、出発地となる空港から立って地球を一周し、 再び出発地に戻るまでの複数枚の航空券をセットにして販売するものを言う。ここで言う、世界一周とは太平洋と大西洋を各一回ずつ渡って出発地に戻ることを指し、大陸間では東西いずれかの方向に一方向に進むのが原則で逆戻りはできない。ただし、発行する会社によって例外も存在する。 事前にすべての航空券を購入しておく必要があるが、初めに登場する便を除いては、オープンとすることが可能な航空券もある。また、航空券の種類によっては、オープン場としてある大陸における到着地と出発地を分け、その間の移動を他の交通機関にすることが可能なものもある。スター・アライアンス・ワンワールド・スカイチームといった航空連合、内氏は、 世界一周路線を有する航空会社単独で取り扱いを行っている。このほかラウンドザワールドのように複数の航空会社が航空連合とは別に一定の協定を結んで世界一周航空券を設定する事例や全日本空輸とバージンアトランティック航空のように航空会社同士が独自に提携して世界一周航空券を形成する事例もある。元は 航空会社が単独、ないし数社が連携して、世界一就航カラ券を販売している事例が多かったが、航空連合の形成により、各航空会社ごとの広域ネットワークは縮小される動きが生じたため、現在では航空連合の発行する世界一就航カラ券が主流となっている。世界一周の他にも、サークルトリップと呼ばれる、インド洋を一周する、もの、 サークルパシフィックと呼ばれる太平洋を一周する航空券も存在する。世界一就航から券は例外はあるものの基本的に通年同額である。多くの場合、マイレージプログラムのマイルへ加算することも可能となっている。ただし、航空会社やプログラムによって加算率が割り引かれる場合もある。世界一就航から券には 有効期限と最低旅行日数が設けられている。校舎については、元は観光旅行以外、例えば商用などで航空券を使用されることを防ぐ目的で設定されたと言われている。航空連合の発行するものの場合、有効期限は普通運賃のそれと同様に1年、最低旅行日数は10日が基本となっている。航空会社が単独で発行するものの場合は、 割引航空券と同様に制限が厳しくなることも多い。最低旅行日数と同様の目的で、世界一就航から県では、ストップオーバーの回数に加減と上限をそれぞれ設けていることがある。発行元によっては途中交期に関し、地域ごとの上限を設定していることもある。 航空機の利用上限回数は従来は20から24区間としているところが多かったが2008年6月に全面的な電子航空券化を実施したことで多くのものが上限16区間となった。この回数にはオープン上の区間も含まれる。世界一就航から券は正規割引運賃として扱われるが、 航空連合の発行するものの場合は旅行途中でも予約の変更、経路の変更が可能となっているものが多い。ただし予約変更の場合は無料であっても経路変更の場合は再発見を伴うため一定の手数料を課す場合がほとんどである。航空券の種類によっては予約変更に際しても手数料を課すところや変更そのものに制限をかけている場合もある。さらに 航空会社が独自に発行するものでは、予定変更が不可能となっている航空券も存在する。日本発着の場合、かつては格安航空券の割引率が現在ほど高くなかったことから、エコノミークラスにおいても、日本からヨーロッパへの往復航空券を購入するより、香港など日本以外の国、地域発着の世界一就航から券を現地で発行し、日本、 発着地間の往復航空券と組み合わせた方が安い事例も存在した。しかし、航空運賃の価格破壊が IITGIT 運賃航空券のバラ売りのみならず航空会社の正規割引航空券においても進んだ。今日では日本発着の単純な往復航空券などと比較して世界一周航空券に価格面での優位性はほとんどなくなっている。 ビジネスクラスやファーストクラスの場合は、運賃の割引率がエコノミークラスほど高くなく、世界一就航から県券が通年同額運賃を採用していることもあって、繁忙期の場合らは、世界一就航から県券の代金が単純なヨーロッパ方面の往復航空券の金額と大差、ないことや、それより安くなる事例も存在する。ありがとうございます。